化学物質の高分子吸収剤である合成ポリマーは軽率を吸収してジェル状に固まり体を冷やしてしまいます冷えることだけではなくポリマーに触れているだけで生理痛をひどくしてしまうこともあります合成ポリマーは水と接触することによって吸水し自重の100から1000倍の水を吸収でき 給水することで、ゲル状になるる性質があり、一度給水すると圧力をかけても水が戻りにくい特徴があります合成ポリマーを利用した一般消費者向け商品はアクリルポリマー吸水性ポリマーなどと表示されほとんどが紙おもつや生理用ナプキンなどの衛生材料です。 合成ポリマーは皮膚に触れているだけで皮膚から電子を奪っていきます合成ポリマーが電子を奪い取る性質は強力で合成ポリマーをたくさん積み上げていただけで帯電を起こし大爆発を起こし合成ポリマーが足りなくなる事故がありました地面からでさえ電子を奪い取ります 合成ポリマーに触れているだけでも皮膚から電子を奪うのです神経の電子が奪われた状態をかゆみや痛みとして感じ局所の電子不足が生理痛を起こします生理用品よりおむつは大きいため局所だけでなく全身の電子不足を招きます紙おむつも便利ではあるが子どもの場合は。 紙おむつをした方が。おむつ離れの時期が布を持つより、紙おむつの方が遅いのが知られています。大人用の紙を持つが地方に関係がある可能性もあります。